はい、どうも、カッパ園長です。これニュース見られましたかね？岸田総理がね、この旧統一教会が解散命令の対象なのかどうか、疑わしいから調べるぞっていうことを言ってるわけですよ。まあ、それがなんか、まあ、専門用語で言うと宗教法人法質問権の行使っていう、なんかそういうことになるらしいんですけども。どうなのかな？で、実際これ自民党内部からもね、信教の自由を犯しかねないと。この調査に反対の声が多数。もう最初からなんかもう頓挫しかかってるっていうね。うん。それはだって言ってもね、岸田壺内閣、岸田壺政権、ね、壺自民党ですよ。当たり前じゃないですか。うん。ただね、今のところ岸田総理はね、不正はと。俺は日本を救わなければならないんだ。とでも言わんばかりの、ね、調査はね、する。そういう意向らしいんですよ。本当ですかね、これ。でも調べた結果、かっていうやつじゃないかなって僕は思うんですけども、うん、でまあこの解散命令を視野に、ね、岸田総理がこの予算委員で表明すると、宗教法人法に基づく調査実施を、文科省にね指示するんだって。へえ、本当ですか。ちょっと順番に見ていきましょう。岸田政権、日本政府が世界平和統一家庭連合、旧統一教会問題をめぐって宗教法人法に基づく質問権の規定を活用する方針であると。まあ関係省庁などが教団に質問して、業務とかこの管理運営に関してこの報告を求める、そういう内容なんですよね。で、法令違反などの解散命令の要件に該当する疑いがあると判断したっていう、そういうことなんですよ。で、宗教法人法で規定する質問権を使った調査は解散命令の前段階で、違法行為を防ぐ狙いで設けてるんですが、これまで、この権限を使った事例がなかったんですよね。だから結果次第ではいよいよ教団の解散命令の請求につながるんじゃないかってことで、うん、早くも自民党内部で騒ぎが起こってるっていう。なんなんお前ら、本当マジで。ちょっとやっぱり壺自民党じゃねえかよ、うん、何が信教の自由だよな。まあ、僕も最初から言ってましたけど、これ宗教を装った反日日本破壊活動団体ですからね。だからもうこの統一を取っかかりに、ね、この創価公明もそうだし、ね、もうありとあらゆる一切合切ですよ。もういわゆるもう新興宗教なんて言ってるのはもう宗教を、ね、装った反日団体なんだから、ほぼほぼ全て、うん、全部ですよ、全部。もう一掃しないと。ってずっと言ってるんですけども。まあ、もうなんかやる気もないだろうし、どうせやんねえんだろうなと思って。まあ僕はもう一切、もうね、この動画ではもうほぼほぼ取り上げなくなりましたけども。うん。だってやらないでしょ、だって、ね。これだってただのポーズだと僕は思ってますけども。これがもしね、解散までね、うん、持ってこうもんだったら、いや、すいませんでしたと。ね、もう岸田総理に謝りますよ、僕。いや、もう大変失礼しましたと。いや、実際なんかこう、そういう見立ての人が、おそらくですけど、圧倒的に。だって、検討するか注視するかのどっちかしかしなかった人が、ここでね、あんだけね、岸田壺内閣だと、岸田壺総理だとか、ね、岸田壺政権だとか、ね、岸田壺自民党とか散々言われていた、まあ僕が言ってただけかもしれないですけど、ね、その岸田総理がね、自らね、この解散に言及し、で実際解散にね、うん、持っていくことができたら、そりゃね、支持率爆上がりでしょう。でも全員土下座だよね。もうすいませんでしたって。少なくとも僕は一回謝ると思います。もしやったらですよ。ね。僕は多分やれないと思いますけども。うん。しかもね、これことごとくこのソース、記事がね、うん、いいですか？うん。キューブ通信なんですよ。以上、解散。こっちが解散だ。まあね、この岸田総理が、世界平和統一家庭連合の旧統一教会問題をめぐって、宗教法人法に基づく調査実施の検討に入っていると。消費者庁の有識者検討会が近く調査要求を含む提言をまとめることを踏まえて、で17日の衆院予算委員会で表明する見通しだと。だから調査まではどうやらやりそうですよね。うん、
で必要であれば調査を行うよう、でも確認した結果調査の必要なしっていうパターンもあるよね、これだとね、文部科学省に指示する考えを示す方向だとなんか回りくどくなってきたな複数の政府関係者が15日明らかにしていると。で調査が実際行われた場合、結果次第では解散命令請求が視野に入ってくるんだって、うん、で政府内には信教の自由を犯しかねないとして調査に慎重な意見が多かったと、ね、この辺がやっぱり岸田坪自民党だよな、やっぱり、検討会提言を受け積極姿勢に転換することで、支持率低迷の要因である教団問題で局面打開を図る意向だと。まあ自ら自民党自らこの海を出し切るじゃないですけどもね、うん、つぼくども一掃するようなことができたらさ、それは確かにね、ああちょっとなんか今までと違うんだなってね、うん、ってなるんですけども、まあようやらないだろう、そんなこと。そんなことしたらだって自民党議員も自民党員もね、ほとんどいなくなっちゃうんじゃないのね、うん、それこそなんか小野田議員とかにね、うん、なんかもう総裁とかやってもらわなきゃ誰もやれる人っていうか、もうそもそも誰もいなくなっちゃうんじゃないの、あるいは、うん、でまあ岸田総理がね、この世界平和統一家庭連合、旧統一教会問題をめぐって宗教法人法に基づく、調査実施の検討に入っていますよと、消費者庁有識者会議、有識者検討会が、まあ、近く調査要求を含む提言をまとめることを踏まえて17日の衆院予算委員会で表明する見通しであると。で必要であれば調査を行うよう文部科学省に指示する考えを示す方向なんですよと、うん、どうすかね、やれるかな。いや、やるべきだしやんなきゃダメだと思うんですけども、今までの岸田さんの様子見てるとなんかな、なんか意味もなく検討だけしてみた結果ね、てか最初からやれよ、うん、てか最初から検討してるんだよな。検討するって何もしないっていう意味ですからね、うん、まあそれがまあやらないだろうなっていうところなんですけども、なんだろうな、日本語っていうよりも自民党用語が難しいよななんか結局などうすんね、結局 どうすんの、やるのやらないのみたいないちいちそこ確認しないといけないからよ、こいつらが言ったことに対して、うん、まあ注視とかね、もう聞くだけとかみんなから信用されてないからね、まあ言うだけと思われてるのかな。まあ今まで行動してないんだからさね、誰も信じないですよね、うん、注視と検討だけ、行動に移さず ね実行には移さないね、うん、まあ調査はするかもしれないね、うん、でも確認した結果調査の必要もないね、本当ただのポーズで終わると思いますけどもね、支持率アップのためのポーズだと思います、ね、中途半端にやってますアピールなんてね、そんな上っ面のね、なんかそんな小芝居打って日本国民騙せると思うなよこの野郎っていうのが我々のね、素直な正直そうだから、ここで下手打ったらね、さらに支持率大幅に下がるんで、まあ真剣にやるんなら徹底的にやらないとダメですよね、やったふり、ね、やったつもりやったふりは一番ダメですね、うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。